こんにちは、Pです。チャプター8、城塞。宝物は7個あります。ここはステルスで攻略できる場所が2箇所あります。ここから登れる。じゃあ俺はここで待つ。待ってろサリ。大丈夫だ、さこい。はい、1個目の宝物です。登って偵察してくる。安全なら知らせるよ。よし。あ、平気か。危なかったけど。倒せ。おい、もうかよ。完璧だね。ちょっと判定がおかしいね。これで全部かな。はい、ここはね、マイクロが入手できます。どこへ消えた。あ、待ったね。あ、まだいるね。やった。いい結果。あとね、グレネードも無効できますだね。あ、取れた。はい、で、ここをサリーを、ね、受け入れます。来い、誰もいない。一体何してた。まあ、いつものことさ。よし、手伝ってくれ。よし、こっちだ。ライトアップがすごく綺麗ですよね。すごい。はい、2個目の宝物。はい、2個目です。サリー、ここだ。これもクロサスにしか見えないね。3個目です。これは美味しそうな食べ物に見えます。もちろんコインだから食べれません。あ、なんでそっち行っちゃうかな。危ない危ない。あとね、方向が間違えましたね。下ろしてくれ。危ないです。何かあるか。よし、ちょっと待て、見てくる。はい、クリアです。4個目ですね、宝物。
ネイト、ここだ。下がれ、鍵を打つ。誰が手を振ってるの。ほら。クソ、なんてこった。サーリー、助けてくれ。エージェントだらけだ。カッターとクロエはヤバいかもな。あいつらどこなんだ。はい、でね、ここに5個目があります。で、あのバグだと思いますけど、かなりの確率でなくなっちゃいます。だから落ちてきたタイミングです、すぐキャッチする感じです。はい、5個目です。脅かすなよ。フランスじゃなかったの。助けに来たんだよ。何から。捕まったかと。死んだとか。なんでフランスでタルボットの奇襲を受けた罠だったんだ。お前たちもヤバいかと。確かにヤバいけどね。まいったね。だったら少しは静かにしたら。でも何があった。何回電話したと思ってるんだ。そうだ、お金をチャージしないと。プリペイド携帯かよ。海外の料金すごいの知ってんのか。え、私の壊れてる。またか。ああ、会えたんだからいいだろう。こいつを見りゃすぐに上機嫌だ。全部書き留めてやる。エリザベスの情報機関はここまで到達してた。しかも奴らは何らかの秘密結社に属してたらしい。イギリス情報部員やシークレットサービス、ヘルファイアークラブ、ゴールデンドーン、全部繋がってた。じゃあジョン・ディーは。フランシス・ウォルシンガンもウォルター・ローリーもドレク教だってそう、みんな関わってたんだ。彼らの目的は権力、スパイ行為や策略で敵をコントロールすることで。お前ら。待て待て、ちょっと待て。つまりマーローたちは400年前から続く秘密組織に属してる。とっとと結論言ってくんねえかな。ねえ、もう行かないとまずいわ。ああ、分かった。ほら見ろ、クオド・エスト・スフェリオス。エストシクートクオドエストインフェリウス。上のごとく下もしかり。そう、それが全ての鍵なんだ。この城で一番高い場所に行こう。では参るか。お見事。この二人の携帯の、ね、こだわりのなさ感じられますね。この手がかりで地下室への道が分かるはずだ。入り口はどこかに隠れてるんだ。あれが一番高い塔だ。よし、ただ渡ればいいのか。危ない。くそ、くそ、くせろ。それで塔に行くには奴らを倒すしかない。それでこっそり出入りする計画はどうなった。何、今さらやめられない。はあ、こんな近くまで来て。別の道を探すんだ。奴らはここだ。絶対に見つけろ。捕まえたらいたぶってやるぜ。はい、ここで、ね、かなり強力な武器が、新しいのをね、手に入ります。これはマグナムですね。ま、私ちょっとマイクロ使おうかな。はい、これもだね。で、ここからがステルスができる場所なんですけど、今回はここで一回セーブさせてもらって、また次回ステルスで攻略していきたいと思います。はい、じゃあまたです。バイバイ。